もう限界だ。もうやってられないわ。じゃあ映画する。ソルテ、ということで俺は家出する。探さないでくれ。どうしましょう。私主様を怒らせてしまったのでしょうか。気にしないでいいわ、アンジュ。ただの勉強嫌いだから。ちなみに何日後に帰ってくるご予定で。何日も家出したら心配かけるだろ。数時間だ。はいはい、息抜きがしたいんですね。アンジュ、ということで今日の授業は終わりよ。また明日今日の続きお願いできる。いいですけど。それじゃあ行ってくる。甘やかしていいの、ソルテ。やる気なくされるよりかはマシよ。扱い慣れてるのね。こうして俺は家出した。そしてとりあえず地球に行ったんだ。パト君、どこに行く？ここからだとアウトレットモールが。近いけど。そっか、俺オシャレとかしないけどたまには見てみたいかな。というか、なんで白がいるの？だって私も地球で、遊びたかったから。そっかそっか、なら今日は一緒に遊ぼうか。それで、そちらの方も同じ感じかな。デッカさんや。は、そうねー。別にパトの飛行を除いてここまで来たわけじゃないわよ。でもデッカちゃん、今日、仕事じゃなかった。俺がデッカの飛行を見る前に話した方が身のためだぞ。仕事から逃げてきました。はい。俺と同じか、なら仕方ないな。それでいいんだ。パトくん。まあ、デッカもいろいろあるだろうし、時には仕事抜け出して息抜きも必要ってもんだ。そうよ、私たちの人生は長いのよ。最初から頑張りすぎても仕方ないわ。それで、なんで抜け出したの？あ、そこは容赦なく聞くんだね。ですね。デッカちゃん、この惑星の自然の性質的にこの薬品を作ってほしいんだけどどうかな。アリシアダメだよ。デッカは私のお願いした物質を解明してもらわないと。ソフィア様、ですが本来デッカちゃんの本業は私の仕事なので、こちらを優先していただかないと。私だって帝国の未来を担ってるんだよ。少しでも早くいっぱい開発しないと。あのね、ソフィアちゃんからすでに数百件の依頼書があってね。メルハヤのちょっとやだよ。時間は無限にあっても常に競争。最先端は早い者勝ちなんだよ。それにね、後ろにある書類全部アリシア様の依頼書でね、まだ目も通せてない書類が9割以上なのよ。ちなみに納期が近い案件が100件くらいあるからそろそろ結果報告書と完成品が欲しいのだけど、無理よー。できるかー。もういや、私家出する。仕事なんてやってられるかーだーか。やばい。結果ちゃん、わざわざ扉じゃなくて壁を壊して出ていくなんて。それでなんか二人に悪いし、研究所の雰囲気悪くしちゃったから帰るに帰れなくて。同情するよ。よくもまあ、今まで耐えたな。ソフィアちゃんだけでも扱い切れてなかったのに、アリシア様もソフィアちゃんに負けず劣らずの仕事量を持ってくるから、単純に倍になっちゃったんだね、仕事量。廃下神に仕事触れないの。帝国技術だから従属神以下には仕事を携わせるのはダメだってメリアちゃんだね。外部に漏れてはいけない貴重な情報だからね、それもそうだね。とりあえず今は仕事のことは忘れよう、遊ぼう、息抜きが必要なのさ。すごく広いところね、今日はお洋服を買いに来たの。私可愛いフリフリなミニスカートとか履いてみたいかな。似合うわよ、私も一緒に選ばせて。吐く、月下、俺ちょっと気になるところがあるから用事が済んだら月下に聞いてそっちに行くよ。わかったよ、私と月下ちゃんはお洋服のお店に入ってるね。はしゃいじゃって。私たちも行こう、すっごく楽しみ。吐くと月下と一緒だとファミレスになりそうだからな。その前に、まずはラーメンをいただくとしようじゃないか。あごー、ラーメーン。帝国では栄養バランスの考えられた堅苦しい食事しか出てこないがここは違う。欲望のまま麺をすすり、欲望のままスープを飲む。ニンニク、最高じゃないか。家族も帝国も女しかいなかったがためにラーメンはなかなか出てこなかった。だからこそ、欲望のまま平らげたい。あと、一人だけラーメンなんてずるい。私も油まじまじ野菜多めニンニクたっぷりのラーメン食べたいわ。月下ちゃん、月下ちゃん、このスカートとこのスカートどっちがいいかな。この子、戦争とかだと凶暴なユースのものなのに、日常だと女子力高めの可愛い系女子。そうね、やっぱりハクちゃんはお肌も白いし、白系が似合うと思うかな。ありがとう、それじゃあ月下ちゃんがいいって言ってくれた服を買うね。はい、そう、女子力の化け物か。以前月下とことかちゃんで女子力で話題になったけど、この子も相当高いわよ。あげ
ょびょびょびょ、ラーメン最高、スープが俺の体に染み上がるぜー。そらこと、私もラーメン食べたい、一人だけずるい。結果は白のためにランチ食べてな。白は言っておくが言うのくせにかなり草食系だからな。ベジタリアンだからな。あーよー、女子力お化けね。あー満足した。さてさて、会計して戻るかね。白い兄ちゃん、あんたの分の料金はもう払われてるから支払いはいいぜ。え、誰が。主、良き時間を。クレジットなら1000億、現金なら100万なら即興で出すよ。私の金ではないがな。さすが月花ちゃんだね。月花ちゃんの選んだもの全部綺麗だったよ。月花ちゃんの選んだカフェもすごくおしゃれだし、白ちゃんだって想像以上に趣味が可愛くてびっくりしたわ。普段は勇ましいから。うん、あれは頑張ってるから。ほら、せっかくだし景色のいいところに行こうよ。白、そんなところにいて大丈夫なの。うん、風が気持ちいいね。大会が懐かしいね。そうね、あの時は本当にショックだった。うん、私も心苦しい試合だったよ。でもあの時の経験が今の私をたくさん強くしてくれた。だからあれは必要なことだったのかもしれないわね。うん、そう言ってくれるとすごく助かるかな。今となってはもう白ちゃんとはかなり差が出てきちゃったし、もう挑むのも辛いかも。そんなことない、月花ちゃんは吸気紳士という強い武器がある。それに、他の戦属神や従属神、ミガドルエデンの人たちでもできないことを月花ちゃんはできる。私は自分より劣ってるなんて思ったことないよ。そうね、また落ち着いたら一から鍛えないとね。こういういい話をしてる時に、ちょっと、何ゲームセンターで遊んでるのよ。いい加減こっちに帰ってきなさいよ。バッカおめえ、帝国にはゲームセンターなんてないんだぞ。しかもほとんどがゲームオンチだ。なら今のうちに遊ぶしかあるねえよ。おっと、対戦者が、これは負けられねえな。 KO! 強すぎる、ふえー。本当に強いわね。ほら、もう帰ってきなさい。ふふ、アルジー弱すぎー。この弱弱アルジー。さて、面白かったし、もう少し遊んで帰ろうかな。やっと帰ってきた。というか私たちと遊ぶ気あるの。俺なりの息抜きはしておきたかったんだよ。許して、月花。まあ、私はいきなり来たから別にいいけど。次はラーメン、一緒に行くわよ。食べ物の恨みは恐ろしいな。それでどうだった？楽しかった。まあね、想像以上に女子力が高くてびっくりしたわ。なんか女の私でも好きになりそうなくらいデートみたいだったし。そっかそっか、でも二人の時間ができたならよかったじゃん。普段そこまで一緒になることないだろ。そうだけど、まだ昼だ、今日は遊ぼう、せっかくサボってるんだからさ。罪悪感はないの？ないさ、だってソルテの直属部隊の子たちがちゃんと見てるし。え、そうなの？ほら見てよ。あれぽよ、大統領、アバだけダブラー。最後は殺しにかかってるからな、だから使うならちゃんと意味理解しな。いつの間に？外から見てるのも退屈になっちゃったんだろうね。まあいいけど。ソルテ様の直属部隊の子だったかしら。そうそう、何かあってはいけないからって常日頃から数人体制で監視してるんだって。そうなんだね。でも遊び終わったら二人や研究員の子たちに謝らないとな。ごめんね、月花ちゃん、私も協力するから一緒に仕事終わらせよ。うん、私も手伝うよ。普段いっぱいお世話になってるし。心配かけてごめんね。アリシア様、ソフィアちゃん、私も息抜きできたし、また頑張るね。うん、ただいまソルテ、アンジュ。楽しんでくれたようで何よりです。それでは明日は今日の分までお勉強ですね。ソルテさん、ソルテさん、ちょっともう少しペース下げませんかね。全然頭に入らないのよ。パト様が理解しないと意味がないですし、パト様が言うのならその方がいいのでは、ソルテ。それもそうね。なら代わりに理解力テストの回数を増やして、確実に理解させる方針にさせましょう。それは、その、人には相性の良し悪しがあると思うんだよね。ダメです、主様が言ったのですからしっかり有言実行してくださいね。ソルテクリムーン、お土産買ってきたから一緒に食べよ。いや、よく飲んで。白様本当可愛い、この人の側近になってよかった。今日は楽しかったな。また月花ちゃんと一緒にお買い物したいな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。
過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。